新戦力特集ということで、イエーイイエイイエイという感じでいきたいんですけどもね。新戦力さん、いらっしゃい恥ずかしいな。なんかやっぱ僕は分子師匠が浮かんでしまうんですよ。いらっしゃい。大師匠、吉本の大師匠ですから、もうやっていただきたいと思います。ついなんかもう思い浮かんだら、ついもう、この口がフィルターの役目をしないんですよ。ディレクターはね、うまいことフィルターやってくれると思うんですけれども。いい、そこうまいこと言わなくていいです。うまいこと言えてるかもわからんけど、そもそもか。受かる手も来てフィルター2倍にしてくれてもいいんですけどね。それはうまくないです。あ、それはうまくないです。ただ単に同じこと2回言ってただけ。安直なところが出ました。いいね、そんなところ。違うんですよ、はい。マズラウィと、はい、デリフトと、そして我々ソランケが来ましたよということで、はい、まあ、僕らが推しているスパーズ、うん、そしてマンチェスターユナイテッドの選手が新しく増えましたと、はい、その新戦力をもうまるっとこの動画1本でいろいろ解説していこうという企画でございますね、はい、ただ僕らがキャッキャしてる動画です。そうですね、あのおじさんがキャッキャしてて、はい、なんか楽しそうやなっていうのをなんか見ていただけたらなと、はい、微笑ましいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、内容はがっつり喋りますので、はい、そこはもう心配なく見ていただきたいと思います、はい、ということでいきましょう。お付き合いよろしくお願いします。お願いします。では内藤さん、よろしくお願いします。お願いします。ドミニク・ソランケ、うん、スパーズ移籍決定というところで、26歳、うん、186cm、うん、まあ、本当本格派のストライカーがスパーズに来ましたよというところなんですけれども、はい、まあ、ざっくり、まあ、これまでのキャリアを振り返ると、チェルシーアカデミー出身で、うん、リバプールにフリーで行くんですけど、リバプールでほとんど出ないんですけど、リバプールは2100万ユーロでボンマスに売却し、うん、あの転売成功とかって当時はリバプールファンは大喜びしてて、チェルシーファンからすると、うん、いや、お前んとこ別にそんな出してないのに何そこだけ儲け持っていくねみたいな、ちょっとね、そのファン同士の争いなんかも当時ありまして、うん、で、まあ、ボンマスに移籍してからこう順当に育っていきまして、うん、もうスパーズに今回6400万ユーロ、およそ100億円かけて移籍してきたという流れになっております、はい、津田さん、ソランケ、どんな選手のイメージですか？まあ、本当に9番、うん、ザ・9番みたいな、はい、欲しかったそういう選手っていう。やっぱそのなんていうんですか、ハリー・ケインが抜けてからね、はい、やっぱり僕らは絶対的な9番がおったのが失ったみたいな。それでも去年は、昨シーズンは、うん、まあ、その変わったやり方、ポステコグルー体制で変わったやり方で、うん、まあ、機能はしてて攻撃面でも良かったと思うんですが、やはり、うん、点取り屋、純粋な点取り屋みたいなのが欲しいなというところで、ソランケありがとう、本当それっていう感じですね、なんか印象としてますけどね、うん、他の動画でもましたけど、トニーが欲しいとおっしゃってませんでしたっけ？トニーって誰ですか？あ、ご存じない。トニー・クロスビーさん、ご存じない？ちょっと誰か本当に知らないそれ本当に知らないですそれちょっと分かんないですけど、はい、トニー、イヴァン・トニーじゃなくてソラン家の方が好き。まあ、もうこうなればね、こうなればいや、まあ、ほんま言うと別にどっちも好きで、はいはい、どっしか取れたらいいなってほんまに思ってて、はい、まあ、トニーの方が実績、うん、実績というか、まあ、年齢も29度かな、はい、確か、うん、で、まあ、ポストプレーできる、プレスキック上手い、うん、PK も、まあ、間違わないみたいなイメージ、はい、まあ、ただちょっとね、その賭博のこととかあったりとか、うん、まあ、その辺がっていうところはあるかもしれないですけど、はい、まあ、ソランケの方が26で、はい、まあ、まあ、その3歳ぐらいしか変わらないかもしれない。28なんで2歳差ですかね、うん、まあ、あんま変わらないですけど、うん、まあ、長く活躍できるだろうと、うん、っていうところもありますし、うん、まあ、プレースタイルも、うん、まあ、トニーはこうポストプレー、それこそ、うん、ワンタッチプレイヤーみたいなイメージありますよね、うん、まあ、結構そのイメージに、うん、まあ、ソランケも近いけど、うん、もうちょっとこうできる範囲が広いんかなっていう、うん、トニー、うん、ドリブルでカウンターの、まあ、2-30m のキャリーもできたりしますし、うん、まあ、ポストプレーもトニーはポンって簡単にはたいたりとか、もちろん収めることもできるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこれがいいか悪いか分かんないですけど、ソランケの方が持ってから考えてるなみたいな、うん、ボールを収めてからどうするか考えてるなみたいな、でそれが良くなる時もありゃ、うん、悪くなる時もあるんで、まあ、ためになってカウンターの起点になることもありますからね、うんうん、ただ明らかに今持ってから周り見てるなとか、うん、先にその周りの状況を確認しといてという感じよりも、ほんま収めてから、うん、でもその収めてからでも身体能力でドリブルで一人でなんとかできたりもするんで、うん、まあ、その辺はちょっと似てるけど、ちょっとまた細かくは違うのかなという気はしますけどね、うん、なんかトニーの方がこう純粋なストライカーとして
育ってきた感じがあるんですけど、なんかソランケはもともと10番やったみたいな、うん、チェルシーアカデミー時代はすごい王様やってきて、うん、でもなんかその王様やってるだけじゃトップチームじゃ活躍できないよっていうのを学んで、うん、まあなんか最近はこうやっとそのオフ・ザ・ボールの動きとかも後天的に頑張って天才が身につけましたみたいな、うん、なんかそんなイメージが僕はあるかもしれないなというところです。まあ、ちょっとスタッツをいろいろ見ますと、うん、まあショットアテンプツが結構高いとか、うん、まあ空中戦強いとかですけど、やっぱタッチが 29% で、うん、まあちょっと消えちゃう場面はあんのかなとかはあるんですけど、うん、フットモブさんのスタッツを見る感じだと、まあ当然得点系のスタッツは軒並み高い、アシストこそちょっと少ないんですけども、惜しいですね、19ゴール3アシストかな、はい、うんうん、というところなんですけど、まあゴール期待値とほぼ同値ぐらいの得点決めてるんで、まあ、決定力はまあ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 という感じになってます、うんうん、守備系のスタッツとタックル11はそこそこ多い、うん、シュートブロックとか、うん、まあ結構どうですかね、球際頑張る系が高いですかね、リカバーボールリカバリーボールを奪うところですかね、97あるんで、うん、確かにユナイテッドもなんか結構ね、ソラン家のプレスに苦しまさせられた試合があった記憶なんで、うん、まあ、そのあたりが高いのかなと、まあ、ゴールキーパーとかまでハイプレス行きますし、うん、まあ、それでゴールキーパーのミスから得点してる場、うん、みたいな場面もあったりとか、うん、まあ、守備強度は、はい、守備意識は結構高いんかなっていうイメージありますけどね。ちょっと、まあ、改めてね、90分集中できるのかとかね、うん、もう一回ねフルタイムの試合見ながら分析していきたいなと思うんですけど、うん、まあ、守備をサボる選手ではないですよ、そこも頑張って覚えましたというところです、うん、まあ、ちょっと僕も直近 Y スカウトで見てきたんですけど、はい、なんかまあ結構シュート打つなという印象がありまして、うん、まあ、ウイングのソンも1試合 2.4 回、このまあまあ多い方やと思うんですけど、ソランキー1試合 2.9 回打つんで、うん、まあ、結構相当打つ方やなと。でオフザボールに関してはなんかその自分が最初の一番手になって動くっていうよりか、クロス来てからちょっと反応するみたいな、うんうん、手動というよりか反応型なんですけど、うん、それがさっき言ったように昔は王様やったんですよ、うん、その頃に比べると一番手で自分が手動してオフザボールランニングには飛び込んでファーで誰かにフリーになるみたいな、うん、そういう動きも消えてるかなと、はい、でトニーはワンタッチゴーラーなのに対してこじ開ける系、こじ開け系ですね、カットインが深いんですよね、グッ、うん、とこうね、その中に入っていける、まあ、左サイドから、うん、ほんまにもうパワーとドリブルで、うん、グオインって言って、うん、ミドルみたいなのがね、そんなんもあったりしますから ね左右ね、パンチ力のあるシュートあるんで、そうどっちも使えるし、なんかね僕ね、スパーズにとっていい意味で異分子になれる気がしたんですよ、うんうんうん、なんかそのスパーズって結構つないで攻めきれないだったじゃないですか、うんうん、ソランケが持って強引に仕掛けてバーンみたいな、うんうんうん、なんかそういうそのいい意味での異分子になれる存在なんじゃないかなという印象があります。あと僕が見てて、はい、やっぱね、まあワイドトゥーワイドみたいな、ね、はいはいはい、去年の昨シーズンのスパーズやったら、うん、右サイドで仕掛けた選手がクロス、まあ、ポケットからマイナスに上げるとかでも、はい、こう逆サイドのウィングが詰めているとか、はい、もしくは中盤の選手サールとかビスマとか、まあ、それが入ってくるとか、まあ、そういうのもあったと思うんですけど、やっぱ純粋9番じゃないんで、うん、ただソニーが真ん中にいた時もあったんですけど、やっぱニアに入る人いなくて、うん、相手の選抜釣り出せてないから別にマイナスあかんとか、うん、結構そういうシーンが多かったんですけど、うんうん、ソランケはやっぱりねニアに入ってくれるんですよ、そうですね、うん、これを俺めちゃくちゃでかいと思います、いやでかいと思います。でこれを、まあ、パッと見てたら多分あんま分かんないかもしれないですけど、うん、ソランケみたいなタイプの9番がそこをやってくれることによって、うん、インサイドハーフの選手が、うん、ワイドの選手の得点数がもっと増えるんじゃないかなっていうところの期待をすごくしてるっていう感じですかね。あとソランケの強引なミドルのこぼれをソンが拾ってゴールとか、そういう形も増えそうなんで、うん、まあ、唯一の懸念はビスマが消費ガスすったことですね。それやめてよ、なしてんのあれほんま、なしてんねん、あれマジで、マジでなんかちょっと袋から吸ってるのなんかリアルでなんかなんで配信すんねん、あかんて、見分からへん、スナップチャットでしたっけ、なんか SNS に上げたんですよ ね、もしかしたらほんまにもう出れんかもしれないですからね、大事になるかもしれないとかで、うん、いやもう、ね、もう
反省して大事にならないことを本当祈るばかり、うん、まあでも僕はもうアウトと思いますけどね、もうこれあかんことはあかんので、もうで多分だから厳しになってますよね、うん、なんかねらしいですね、アスリートなんか僕そのあなんていうんですか、その吸ってるものが何かとかの詳しいことは分かんないですけど、うん、僕も、うん、な将棋合戦そもそも何なんっていうところなんですけど、うん、こればっかりは分かんないんで、ちょっと続報をね、まあ、待とうかなというところになってます、まあ、いなくてもまあソランケがその分なんとかしてくれたらポジションちゃうけど、うん、アーチーグレーがね頑張るでしょうから、まあソランケの話に戻ると、はい、まあそういう僕はザ・ストライカーの動きをしてくれるタイプの選手がスパーズに、うん、入るというのは非常に喜ばしいんじゃないかと。あの体格あってスピードの選手がニアにうわって飛び込むだけで、もう相当相手のディフェンスからしたら引っ張られるんでね、やっぱね、いや無視はできないですもん、うん、絶対さっき触られたらどうしようで絶対ポジションを変えてまうのが、うん、まああのセンターバックのねその修正なんで、うん、まあ、かなりいい選手を取ったんじゃないかなというふうに思っております。これはでかいっすマジで、はい、うん、しソランケもこぼれ球の反応早いんで、うん、みんな打ってこ今季は、いやほんまにシュートをねもうとにかく打って、ベルナ打とう、ベルナ打とう、ベルナは打ったんでいい、ベルナはクロス、ベルナは打ったらまたどっか行くから、ベルナは打ったんでいい、枠内飛ばすかもしれないですよ今季、いや今シーズンは変わるかもしれん、はい、とも楽しみやし、まあ、はい、ほんまにちょっと、うん、これはマジでトップ4戻れる、うん、いい補強やと思いますね。いやちょっと楽しみやなというところになっております、はい、うん、では続きましてデリフトでございますね。はい、もう素晴らしい、うん、センターバックがマンチェスターユナイテッドに行きます。僕、うん、今季デリフトのニューを買うことを決めました。おお、またなんでその心は、またなんか長く活躍してくれそうな気がするというフラグを立てているような気がしなくもないんですけど、いやいやいやそんなことないでしょ。いや僕最近あの普通に草サッカーでセンターバックやること多くて、うん、僕右利きのセンターバックなんでうん、うん、やっぱ近年右利きのセンターバックでその長く活躍してくれそうな選手絶妙におらんかったんで、そうか、まあ、まあ、マグアイアもしかしたらそうかもしれないですけど、うん、僕左より右センターバック多いタイプなので、うん、なるほどね、ちょっとやっぱデリフト期待も込めて、うんうん、リーダーシップあるセンターバックというところで期待したいなと思ってるんですけど、うん、まあ、はい、パス系のスタッツは軒並み高くて空中戦も強いよというところになってます、うん、まあ、ちょっとどうしてもスピードがめっちゃあるタイプじゃないんで超広範囲をカバーできるタイプとかではないんですけど、まあ3階級が相当高いんでスピードがないなりに、うん、対応することができるんで、まあ潰し屋のリサマルカバー屋さんのデリフトでもう完璧な、うんうん、あの補完関係があってね、まあ、ヨロが帰ってきたらヨロデリフトでもいいですし、うん、デリフトもやっぱなんかそれこそスピード内っていうのを結構コメント欄とかでも書かれてる方とかね、うん、まあ、確かにそうやなと思うんですけど、うん、やっぱ予測がいいんで、うん、こうなんていうんですか、ちょっとここ浮いてるなってとこにインターセプトしにパンっていくとか、まあ、トランジションで利き察知能力高いから、はい、そこをバッて潰せたりとか、まあ、本当空中戦の圧倒的強さの部分とか、はい、まあ、非常にあったと思いますし、まあ、ただそれこそ逆に予測良すぎて一発でいって剥がされた時とかに莫大なスペースができたりとかした時のカバーがマグワイヤとかやったらちょっと怖いなとかは、そうですね、ユナイテッドに加入するにあたってで言うとね、うん、思いましたけど、まあでも一応、まあ、バイルンね見てるね友達とかにも話聞いた感じ、まあ、コーチングが結構するタイプなんで、うん、コーチングできないの両センターバックより要は去年のカンブアラ・マグワイアやと2人ともコーチングせえへんから、うん、あどないなっとんねんみたいな感じになってましたけど、うん、まあ、それよりかはデリフト・マグワイアでも、まあ、ある程度は成立するんじゃねえかなは、うん、ちょっと何よりその昨季バイエルンでダイヤデリフトが成立したって話なんで、うん、その流れで言うならマグワイアデリフトも成立するんちゃうかとはちょっと仮説としては思ってるんですけど、ね、まあ、ちょっとこの辺はねいざ見てみないと分からへんなはちょっとあります、まあね、僕の意見はねデリフト・リサマルがいいんじゃないかっていうのは僕は思いますけど、そうですね、まあ、そこがね、そのねヨロが帰ってきたらヨロデリフトで、ね、リサマル左サイドバック右だろうと、うん、で守備固める時にマグワイアとか、うん、で5枚でとか、はい、でこれでいうとそれをできるマンチェスター・ユナイテッド戦力が揃ってきて、はい、まあ、もちろん怪我人がどこまで、ね、早く戻れるかっていうのはあると思うんですけど、まあ、かなり最終ラインを集めましたんじゃないかなっていうところですよね、はい、うん、いかんせんね、もうちょっと左サイドバックがね今計算できないので、うん、ルークショーも怪我があると発表されました、うん、でなんかちょっと僕見逃してたんですけどマラシアも2ヶ月アウトという情報を見ました、うん、結局左サイドバックがいないまあそこだからリサンドロ・マルティネスを例えば、ね、回すのか、うん、マズラビーを左サイドバックに回すという手もあります、うん、ナイス補強、いい補強でね、それはどういう選手で、足元をうまうまサイドバックです、うんうんうん、最高です、
なんかほんまに中盤の選手かなとか、うん、まあ、なんかウインガーかなぐらいのかなり攻撃的なイメージが、ね、うん、はい、ありますけどね。まあ、ほどスタッツ見ての通りパス成功率高い、うん、前方へのパス多いで、まあ一応まあキャリーもできる感じなんかな、うん、まあ、とにかくパス系のスタッツが、キャリーはそんなせえへんかな、まあ、とにかくパス系のスタッツが相当高いですよという感じになってます、うん、まあ僕がそのワイスカウトで車にいろいろ分析してきた中だと、はい、まあ、183センチとサイドバックとしてはまあ身長高いんで空中戦強いですよと、うん、ドリブラーっていうよりかパサーの傾向が強い、かなり球離れ早くポンポン回しますと、うん、で、まあ、トラップした時にボールを中央に整体する位置に止めるんで両足でボール蹴れる雰囲気な、まあ、基本右足蹴るんですけど緊急的に左でも扱えるよという場所にボールを止めてて、まあ本当ボールを止める位置がいいんで、うん、視野も結構広く持ててるんで、うん、まあ、相当攻撃面では期待できる、うん、天白の坂にはまりそうな選手だなと、うん、で守備もですね、アグレッシブにもとてもアグレッシブに寄せる、うん、タックルでボールクリアするアグレッシブに寄せて綺麗にかわされますまあ正直僕も映像をいくつか見ました、はい、いいプレーも悪いプレーも、はい、あのどっちも見ましたけど、確かにねその守備面での怖さは、はい、まあだからそれこそ、うん、誰かセンターバックがカバーするとかしないと、うん、ほんま一発でパンっていかれる可能性とかはあるかなっていう、うん、ただ攻撃はほんとスーパー、はい、うん、内側のレーンも外側のレーンも使えるし、うん、ほんまに中盤の、うん、まあ、選手ないしストライカーぐらいうまいなっていう印象でしたけどね、うん、はい、まあ、ただ守備も、うん、ネガティブなことばっかじゃないんですよ、うんうん、アグレッシブには寄せてるんですよ、うんうん、なんかその あそこの選手浮いてて誰も行ってないの情報は状況は減りそうな気がします、うんうん、なおなおのそこは寄せるんで頭使ってプレーしてるのは重々伝わってるんで、うん、ただそんなスピードがないんで行き過ぎてひっくり返されることはあるんで、うんうん、やっぱ隣に置くのはカバー範囲広いヨロとか、うんうん、まあリサマル、うんうん、まあ、もしくはまあデリフト、デリフトもカバー範囲めっちゃ広くはないけどその頭使ってカバーはできるんでデリフト、マグワイヤーとマズラビーの横並びは怖いです。なるほどね、うん、まあ、だいぶ改善というかそのチーム戦術にマグワイヤーも合わせてくれてるんですけど、根本はサイドには絶対出ずに中央で守りたいマグワイヤー、うん、とにかく人に食いつくマズラビーと大きなギャップができる姿がもう容易に想像できるんですよ、うんうん、でこれはどっちが悪いとかじゃないです、スタイルの違いで相性めっちゃ悪いんで、ここ横並びしたくないんで開幕戦ちょっとそこは注目かなというところにもなっております、うん、なるほどね、うん、でもねその攻守の切り替え自体は早いんですよ、守備に変わった瞬間人寄せるとかいいんで、うん、まあそのうまくはないですけど守備、うん、テンハフサッカーには合う感じやなという印象をとても強く持っており、うん、デリフト松並素晴らしい補強、いやいいんじゃないですか、もう本気は4位は行きたい、なんなら、うん、あれなんか意外と優勝争いしてるみたいな、今夢を持って開幕戦にね、全然あるんちゃいます、はい、マジで左サイドバックだけと思います、リアルで言うともうショーとマラシア、そうやな、マラシアはまあ正直分からんすからね、ショーがまあどれぐらい稼働するのか、7割ぐらい、シーズン7割ぐらい稼働できたり十分っすけどね、そんなに稼働したらできたらほんまあるんじゃないですか、マジでしね、うん、困った時にはジョニー・エヴァンス先生もいるんで ね、 そ う、 ね、そうなるとリサマルはやっぱさもう基本左サイドバックカウントもできるとかもあるかもしれないんで、うん、あそこね、まあ、まあシーズン開幕するにあたってでも結構ポジティブな両チームね、はい、今状況じゃないかと、どうですね、優勝するぞ、おあんまりなんか鳥人間コンテストのなんか意気込みぐらいのテンションもう優勝するぞとかやったらあれですけど、ちょっと恥じらいが出ちゃう、いやいやそれ恥じらわずに行きましょう、まあ、リアル優勝までいったら、はい、もうワンピースツーピース欲張りたい、ね、我々は、まあ、うん、ガルテ、そうですね、ウガルテとラッシュフォードの覚醒があれば、うんうん、ですけど、まあまあ、ベルギーなのかも分かんないですし、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、中盤はね、うんうん、多分最後ね、あのあと2週間かけて、まあ、1枚は取るでしょうから、うん、ね、まあ、その辺は期待していきたいなというところで、はい、スパーズはもう取り終わりですか、一旦でもだからどうなのかな、それこそビスマ次第ですかね、ビスマがもしもうアウトってなったら、うん、ちょっとね、そば、うん、アーチグレーに頼り切るのはね、まあまあまあね、ホイビュア先生も出しちゃったんで、うん、
まあどうなっていくかっていうところはね、ほんまウルトラシーのトニー・ソランケのウルトラシーがあったらもうそれはそれで笑ってまいりますけど、まあまあまあちょっと現状の我々のピック補強でまとめさせていただきました。ということで、よかったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。出る人頑張ろうぜ。優勝優勝優勝。いやー、不利になりそうで怖え。